本当にチキン冷めちゃったっていう一文だけなんだってね。チキン冷めちゃった。もうこの一言だけで全てがなんか伝わってくるというか、深いよね。このチキンが冷めちゃったっていうことにより、その自らの冷めた心までも表現しているっていう、もうこれ、もうこの人多分小説書いてたんだろうね、多分。子作りしようぜ。あ、もう一回せーの。今日何一人で来たの？久しぶり。うん、らしいでちょっと大きい。3700円だからどうしたらいいの？チバンドいただきます。チバンドいただきます。ここに針がかかる。萌ちゃんがこのニット透けててすごくいいって言ってたから、あ、このニットは透けててすごくいいんだと思って買った。少々右寄りのラジオっぽです。確かに。でもなんか反り腰なんですよね。ほら。